はい、8時ですね。目が覚めました。月曜だよ昨日酒飲んじまったからさ、もう大変。お前ちゃんのご飯だね。何にも作ってません。土鍋割れました困るよね。あの料理全部自分で作るってなるとさ、もうこうなると話にならないんだよな。話になりません。どうしたらいいだろうか。まずは前のご飯は作んないとな。だからじいちゃんに食べてもらう味噌汁がいるでしょう。でももう、ちょっと娘が出ちゃったんで、出てたの分かんなかったですね。しっかり寝てました。ご飯がないんでね、ご飯粒がもうないんで、ご飯粒がね、ご飯粒がない。やっぱ後片付けもしてない。ぽよっぽ奥さんもね、よくやってくれるんだけど、やっぱりなんていうの、何ちゅうか本ちゅうかな、この刺身が昨日飲みながら食って余っちゃったね。ああまた酒飲むか今晩も。おお、よく寝ような、よく寝よな。これ漬けって言いましたね。刺身に醤油と、あの、なんだっけ、わさびつけてしまっとくんですね。こうやっとくと、あの、痛みが遅いっていうかね。あ、何もしてなかったね、昨日の夜ね。奥さんも外に出てて、妻、あの、娘もいなかったから。それだよね。やっぱ、この辺のやつがなんか余ってるよね。なんかつまみ買ってきても食ったじゃん。あ、串団子あったね。食ってる。俺かな。俺だろうな。これがあの今日のまゆちゃんのご飯ですね。これがまゆちゃんのご飯になりますね。まゆちゃんのご飯早く作ってあげよう。かわいそうだから。やっぱドッグフードポンと食わせるのは本当楽なのよね。もう。でもそれやっちゃうと、それは最後の手段だよ。いつかドッグフードを食わせなきゃいけない。食う、食ってもらうのはね。だって出されたものを食うわけねえんだからさ、ああいうワンちゃんたちさ、かわいそうじゃん。そんなドッグフードに、これ、ですね、これがみんな似てもいいぐらいだな。みんな似ちゃうか、これか。これってさ、組織の中にさ、すごい水が含まれてるんだよね。鍋物の中にしてもそうだけど、野菜って組織の中に水が含まれてて、細胞壁っていうのがあって、しっかりと細胞が、あの、守られてるんだよね。こういうのもそうだろうね。だから乾燥と彼らは守るために、細胞壁と細胞膜っていう二重の、あの、ものを持って、で、それで細胞中の水を外に蒸発させないようにね、頑張るんだよね。それと同時にその、様々な分泌液を出して、動物から自分を守るんだよね。これすごく今、青臭い香りしますから、これって、あの、簡単には食べられないようにできるわけですよね。だから犬とか猫だってこういうのは食えないわけですよね。誰やそれ。しかも狭間寛平さんってどうなったと思って、そういえば見ねえね、最近ね。くさーの人ね、頑張ってんだろうかね。なんかガンだったかなんかだったっけ。死んだよね。死んだなんて聞くと聞けないね。これだいたい毎日のご飯のやつね。ほら、こんな入ってくるでしょ。今日は白菜汁だよ、お前ちゃん。白菜汁だよ、やっぱ。それから昨日のあの、作ったやつですね。昨日の鶏肉のあの、やっつけたやつだね。鶏のふわふわ焼き作ったんですよね。朝美味しかったですよ。もう夜は食べなかった。
もう夜めんどくせえから食べない。ニンニクはあんまり良くねえってことになってるからね。一応ニンニクは避けてやろうか、うん、よいしょ。このね、あのこれはあれをコラーゲンだったりね、タンパク質だったり脂質だったりするから入った方が美味しいよね。こんなのね、ひたひたまで入れてあげればいいね。あとおじいちゃんのご飯だけど、おじいちゃんのご飯も作ってくれるんだけどさ、どうするぜ、どうするぜ。ウインナーとね、ポテチがあるよ、ポテチ。これ美味しいからさ、ポテチも入れてやろう。炭水化物はダメってわけじゃないからね。炭水化物は別に毒じゃないから、炭水化物が特定のあの代謝系に、こう、効力を与えて、その代謝系が動かなくなって、その人が死ぬみたいなね。生産管理みたいな意味での毒ではないですね。何らかのブロッカーだったり、何らかのいろんなことするようなやつらでもないよね。もうちょい水あってもいいかな。こんなぐらいあればいいな。このぐらいを見ちゃいましょうかね。あいちゃんのご飯。お、これなんか娘が食った後だな。まあ、いらないか。でも入れてやろう。はい。はい、始まり。それで、味噌汁を煮て、置いて、あとはご飯を作ればいいね。ご飯はまあ夜だな、炊くのはな。とにかく背中が痛い。毎日料理作るってのはこういうふうに大変なことなんだよね。俺はこの、なんだろう、コーナーマンレシピのシリーズの中で、料理作りって大変だってことをね、伝えたいんだよね。簡単にできるもんじゃないんですよ。すると、もしも女性にそれをやってもらうとすると、すごく大変。だから男も女も自由に自分でできるようにならなきゃいけない。ね。その2つなんですよね、僕が伝えたいことはね。ボルトがない、バトルがない。あ、煮しめ作ろうか。あ、なんかだんだん夢広がってきてるね。煮しめ。で、煮しめすぎんちょ、もうなんか、夜はめんどくせえ。ゼンマイの、ね、ゼンマイの、味噌汁にしましょう。昨日ゼンマイ安く売ってたからね。ゼンマイの味噌汁。ゼンマイとこれね、生のこれ半額でした。100円で2枚あったね。1枚100円ですから通常価格で2枚あります。あ、豆腐がなんと使わぬままにまた買っちまったよ。安売りでもねえのにやっぱじゃあ豆腐も入れよ。豆腐なばな、豆腐なばのゼンマイ。これ揚げようと思って買ったんだけどね。いざつこった豆腐なばなんだよ、ゼンマイ。これも揚げつくんか、まあいいか。途中の油揚げがあるな。冷蔵庫の中の探索ってのは結構面白いですよね。これなんだっけ。あ、金目鯛の味噌漬けだ。やべえ、やべえぞ。そんなやべえってことじゃないんだけどさ、あ、なんかほらジャスミンティーある。飲もう。金目鯛か、どうしようかな。あ、これ使うんだかね。魚がこれだけあるんだわ。これ、イワシ3匹と、鮭だね。鮭はそのまんまでいいけど、イワシはもう、これ片付けないとダメね。片付けるっていうか、頭取って内臓取らないと、どんどん、えげつない味になっていくからね。えげつない味になる。あ、これもあったぞ。白子も手に入れちゃおう。先にね、少しないと困るね。イワシにパヤパー、こうだね。あー、もう
昨日はさ、疲れたんだわ。ずっと午後打ち合わせってことで、スカイプ打ち合わせなんだけど、それでずっといろいろ話すこと考えて、ゼンマイね、ゼンマイ。ゼンマイはもうこれ、ジャガイモとゼンマイだよね、普通ね。しまった、ジャガイモしなきゃダメか。ジャガイモとゼンマイ、普通ねって言うけど、これは僕の、なんていうの、小さい頃からの、その、ルールね。ルール。マイルール。ダダダダダダダンダンダダンダン。ロードです。ダダ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 ンダダダダンダンダダン。だから犬のご飯してもさ、ちゃんと味見すんだよ。あ、美味しい。なんか美味しい。やっぱ美味しいぞ、これ。前のご飯、今度みんなで食うことにするか。じゃがいもの中でポテトフライが溶けていってますよ。ちょっと白子入れてやるか。ちょっと白子入れてやるか。あのゲロ。前のご飯に白子をちょっと入れてやろう。この端っこの方もね、ちょっとこうやって切って、鮭の金玉だよ。鮭の金玉がある、鮭の金玉がある。この時期はあれね、上り酒がみんなあの捕獲されてしまうから、あ、危ない危ないね、捕獲されてしまうからね、この時期はあのゆっくり握ってあげましょう。捕獲されて、あの海の中で生命として育まれて大きくなった鮭が川に上がってくるからね、それはもう大事なことで、とてもいいことですよね。とてもいいことです。マサヤさん。マサヤさんじゃねえよ、俺はマサヤさんだよ。もそもそのいいのでね。うん、もういいことしましょうか。で、こっち側でね、今度はこうやって鮭を、鮭の卵をね、やっつけちゃいましょうか。鮭の卵はね、ちょっと早めに、早めにっていうか、これ先に出しすぎたね。魚さばくの先にしようか。味噌汁作りたいな。味噌汁作るの先だったな。味噌汁作るの先だわ。魚やばさばいて焼くのも先だわ。どっちも先だわ。どっちも先だ。まあ、本当にこういう料理の手順みたいなもん、みたいなもんと料理の手順自身がすごく重要なんでね、これはちょっと難しいところですかね。よいしょ、1、2個、こんな鮭の金玉です。鮭の金玉がはるパヤパー。鮭の金玉には精子がたくさんある。俺の金玉にはもうそんなにない、全然ない。面白い歌だろ。ちょっと濃いめに味出ちゃったね。うまい色。鮭の金玉である。なんかブラブラって外にしてないよね。当たり前だよ。こんなことしてたら泳ぐのに悪いだろうが。あ、そうか。だから水泳選手の金玉小さいのか。そんなことねえよ。ちゃんとこうなんかしてるよ。こう皿、こうバットみたいなしてブラブラしないようにしてるよ。俺なんかうんとでけえよ。いや、まあまあどうでもいいですよ、松谷さん。
お茶はかけないって言いますよ。それはあれだよ、お前ら小さい進歩人間のほか夢だろ小さい進歩人間の夢、面白いね、その言い方。あ、ちょっとダメだったね、やっぱりね。小さい進歩、小さい、小さい小さいいや、いいじゃないけど、別にな、小さくだって僕の魂見えな、ここの上にする小さい皿、こういうのがあったんだけどね。あ、向こう側にやっちゃったか。あった、この皿がね、ちょうどいいんですよ。小さい皿、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 了解せよ、了解せよ。はい、じゃあ鮭を切って、鮭じゃない、これを切って、よし、アジと一緒に焼いてみましょうかね、今日ね。これはね、もうダメだよ、早くやらないと。もう買ってきてすぐやろうと思ってたのが、忘れてたんですかね。気がつけば、今朝。新聞紙でくるんでやろうか。気がつけば、これちょっとやる。こういうなんていうの、いろんなことを同時並行でやんないとさ、ダメだってのは困るよね。困るっていうか、まあそれが料理ってものだよね。それが料理ぞ。そん時はな、死にしゃい。武田鉄矢先生、そんな怖いでございます。怠けようとかズルしようとか思ったらな、そん時は死にちゃい。こんなこと言ってもね、やっぱ怠けたいし、ずるしたいし、怠けてずるして俺のために働く奴隷がいっぱいいればいいな。じゃあ料理作んなくてもいいんだもんな。しかしね、やがてあんたもそうなるんだよ。何が言いたい、疲れてるんです。もうこうやってイワシを切りましたからね。イワシ焼いちゃおうかどうしようか、イワシ焼いちゃおうか。3匹焼く必要はねえかもしんねえんだけどな。でもまあ焼いちゃえば食えるもんな。今日3匹だけ焼こうか。あれもあるんだよな、なんだっけ。はい、出来上がりましたね。はい、これをこっちに入れちゃいましょう。それであれは今煮立ってますから、煮立って元気ね、玄米の人たちを入れちゃいましょう。はい、やっぱ入りましたね。絹鉢と絹鉢、キノハッチ2つもあるから、もう1個みんな使っちゃおう。すごいよ、1個みんな使っちゃう。使いすぎだよな、やめよそれ半分でそう思う。残りはまた使います。はい、で菜花がね、これ茹でてありますから、2羽でね半額になってますから、それを買います、いつもね。でもう1羽みんな食っちゃいましたね、昨日夜ね。バク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 食いやがって、なんかそれ悪い人。臭み出たと知ってるよ、聞こえたよ。なんでわざわざ知ってること言うんだよ、バカじゃないかお前。なんかあれ、感染症対策かね、くしゃみしたって、くしゃみ出たぞ。俺が今くしゃみしたけど、みんなには大丈夫かみたいな、そういう感じかね。違うよ、全然違うよ。全然違いすぎて胸がスッとするぐらい、自分全然違うよ。胸がスー
こういう感じね。パヤパヤ。はい。今ガタガタと見えております。もういいかね。ちょっと味噌入れて。味噌入れて、ナッパ入れて、OK しましょうかね。出汁の香りがいい香りがしますね。こんなでいいですかね。ちょっと両方ともこれ、しょっぱみが吸いそうな顔してますからね。ちょっと多めでもいいんじゃないでしょうか。味を見て、へへ、味を見て。うん、もうなかなかいいぞ。はい、ナッパ。ナッパってナバナ。ナバナ。ほんわかしたナッパとゼンマイの味噌汁ね、うまそうだね。こういう乾燥させたあのね、山菜って今頃食べますよね。美味しいぞ。はい、オッケー。で、ちょっとこっちを片して鮭ができた、魚が取ってたらおしまい。このウィンナーどうしようかな。夜食うか。夜なんか、チャーハンとかなんか作った時に入れりゃいいの。これね、そういう感じで。加工肉ってあんま好きじゃないんだけどさ、うめえよね。知らないけど、うめえよね。好きじゃないけど。これは明日のマイちゃんのご飯にね、なりますよね。マイちゃんのご飯、ここに入れちゃおう、今日。タップで。荒れ果てたこの大地をどうするかだよね。荒れ果てた大地をどうするかというと、まずはブルブルしながら荒れ果てを最初に洗いを取る。今日の後片付けの、一番の大事な点としてはまな板ですね。まな板が焦点になりますね。まな板の焦点が終わったところで、テン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 
包丁はこういつもやってて一番最初にやりますからですね。その前にちょっとね、鍋立ちを みんなやっつけちゃうんでしょ。まな板が進む、包丁が進む、でその間に鍋が麺があるようにして、お、まいちゃんが来ました。もうこれ前完全にご飯の時間じゃないと。上のご飯もできたの？あ、普通からできたよね。うまいよ。お前ご飯できたの？ご飯できたんだろ？ちょっと食わせるやん。そういう顔してるじゃん。で、これがまいちゃんのご飯ですけど、まだ熱いわ。ちょっとやれねえな。水の中に入れてる。ね、早く冷めるようにしてあげましょう。これね、水に入れて早く冷めるようにしてあげる。パヤパヤ、鍋はちょっと後でやっつけることにしましょう。大きさを合わせて水に入れて、これまだ洗ってませんからね。そのまま
やっつければいいか。これもやっつけるけど、これもやっぱり順番を決めて、どうだろうね。これを最後に。